テリーは非常に重要な地上戦の道具をモダンコントロールタイプだと失っている。え、ちょっと待って、ちょっと待って、この距離で蹴れてない？やばない？足長そう。これ合成じゃないだろうな。ちょっと見てみるか。え、フォーゲーマーの記事にいろいろ載ってるらしいよ。非常に多くの攻め手が揃った多彩なキャラクターに仕上がっている。まずは各必殺技の性能を紹介していこう。フェイタルフューリーを選ぶか、マーク・オブ・ウルブズバージョンを選ぶか。うん、パワーウェーブ、え、パワーウェーブ、スーパー頭突きやブランカのローリングアタックといった突進技にはすり抜けられてしまう。へえ、おお、なんかちっちゃいな。パワーウェーブ、ラウンドウェーブ、ガードされても有利、面白いね。固めに使ってけってことか。でもこの辺パリーされちゃうんだよな。クイックバーン、コンボ用かな。バーンナッコ、おお、飛んでるね。これ最破傷ぐらいだったら抜けれんじゃない。下段すかせそうだね。結構ジャンプしてるな。 SNK ゲームのバーンナックルってなんか飛び道具を抜けるイメージは全くなかったけど、ひょっとしたらいけるかもしれません。パワーチャージ、コンボ用だね。この肩で相手を浮かせる。パワーチャージ、ライジンタック、クラックシュート、クラックシュート、いやー強いのかな。ライジンタック、シンプルに扱いやすい無敵必殺だといった印象だ。ライジンタック体育技ね。で OD 版は無敵と。まあ一通り技は揃ってそうだよな。あとは通常技がどうかですね。お、バスターウルフ、テリーの必殺技の中でも特に人気の高いバスターウルフが本作ではスーパーアーツ1に対応している。こう発生早く、技の出がかりは無敵。発生いくつなんだろうね。7か、これは駒送りだと6か7。もう7あるな。 Are you OK? バスターウルフで、スーパーアーツ2はパワーゲイザーで、これ特殊で2ゲージ使った後さらにドライブを3本使うことでツインゲイザーになります。でそっからさらに、残った SA ゲージが1本あるのでそれを使えば、トリプルゲイザーまで。どんどんどん、どういうところで使うんだろうな。でもこれ強化系じゃないんだよな。まあスタンダードよね、 SA2 が。ギミックがないキャラだよこのキャラ。ギミックなしで強いキャラってまあいるか、結構多いな。キャミー号機剣、テリーになんかギミックあったら、設置系、帽子をなんか設置するみたいなのあっても面白くない？帽子設置して、でそれなんか相手が上に行くと滑るみたいな。でなんか補充コマンドあり。ないか。でこれは SA3。 で本作のテリーには過去の出演作で必殺だったパワーダンクファイヤーキックはターゲット技。おう、パワーダンク、タチチューパン指導か。え、タチチューパンの後にタチダイパンを押すとガードされても隙が小さいパワードライブが放たれ、さらに、へー、なるほど。うん、お、中段持ってますね、素晴らしい。あー、なんかあったな、タチチューパン指導で相手の裏に回って昇竜拳すかすみたいなのやってたな。あー、でもそっか、必殺技が多いとモダン操作の場合にモダン入力で出せない必殺技も多くなっちゃうよね。ラウンドウェーブ、クイックバーン、バーンナックルを使いたい場合は、コマンド入力でと。しゃがみ中パン、牽制、置き技として強そうなしゃがみ中パンチ。牽制技として使い勝手がいい、立ち中キックが使えなくなる。しゃがみ中パンないの？さすがにモダンきつくね？とりあえずしゃがみ中パンでブンブンするわ。一個、強そうなんだが。ダメか。あ、うお、なあ、でもパニカンか。これ何やったの相手。でもしゃがみ中キックはドライブキャンセルできるんだね。で AI がストリートファイター6プレイヤーたちの動きを学習して V ライバルが操るキャラクターとの疑似対戦ができると。これリーガーの動き覚えさせて練習できるってこと？それ熱いんじゃない？まああとこのリプレイ再生中に好きなタイミングでプレイヤー操作に切り替えられる機能、これすごいよね。よくあるんだわ、この状況どうすればよかったのかな。どちらのキャラクターを操作しますか、そういうこともできちゃうんだ。へえ、すごいね。でこのアップデートが24日に来るということでいいのかな。これはそうですね、嬉しいですね。